こんにちは、プロトリフチャンネルです。アスパラガスっていうと皆さん食べるっていうふうに思うかもしれませんが、実は観賞用のアスパラガスというのもあるんです。別に食べても毒ではないと思うんですが、そこまで食べるほどは太くならないんですよね。ツーンと新芽が伸びて、おのおのの種類に応じたハス型になっていくということです。なのでユニークなものがいっぱいあるから、観葉植物としても取り扱われているということです。いくつか紹介したいと思います。こちらはコモサスとかナナスと言われているタイプのアスパラガス。このように薄い葉っぱの状態で帯状に広がっていくというのがコモサス、ナナスの特徴でもあります。そして次、この太くてグンといってるもの、これはメリーというタイプのアスパラガス。このように穂状になって育っていくというのがこのアスパラガスの特徴でもあります。そしてこちら若干暴れているようですけども、これはスプレンゲリーという名前のついているアスパラガスです。こう若干暴れている姿がユニークということで人気があります。こちらはどちらかというとプランターとかで楽しむタイプ、こちらとかこちらは下がってきたりするので、こちらはプランターだけではなくて釣り鉢にしても楽しめます。皆さんぜひこのようなアスパラいろいろあるので楽しんでみてください。まあ直射日光よりは明るい場所、そして水は乾いたら、肥料は時々やってもらえればどんどんと育ちます。鉢植えだけじゃなくって室内であればこのような水耕栽培、ハイドロカルチャーでも楽しいですよね。なのでぜひ皆さん、いろいろなアスパラガスがあります。食べるだけじゃなくって観賞でも OK、 ぜひ皆さん楽しんでみてください。